小説連動型和風楽曲プロジェクトって言われてもよくわからないから説明します神という謎の存在に歌と舞を捧げる劇というちょっと小難しい名前の役目を担った青年たちの物語なぜか全員イケメンだけどさらに神に目をつけられた人には化身と呼ばれるあざが発現うーんなんか怖いでも歌と舞でバトルして頂点に立ったチームは神に何でも願いを叶えてもらえるかもそんなわけで それぞれのチームは歌に舞いに日々精進三林と呼ばれるファンからの応援をより多く集めるため何より自分の願いのために頑張るぞ新チーム登場でさらに加速する青春群像劇それぞれの願いそして戦いの行方は幼なじみ不在宿命のライバル運命執着因縁才能5つまりそれは男たちの昼ドラなるほどいや何そのまとめ方 小説、楽曲を軸に CD、書籍、ボイスドラマ、ラジオ、コミカライズなど展開中どこから入門すればいいのという君ぶっちゃけどこからでも大丈夫悩んだら書籍か CD がおすすめだよ神々化身、大事なことなのでもう一度言います神々化身、名前だけでも覚えて帰ってください神々化身